声でおでこ冷ましてるって叫ぶ袋の中の遺伝子と俺曲がった漫画僕のだ勝手に一人になったし隠れ敬語が日課になったし気が合うと思ってた今日でも気まずくなるんだな具体的になると話せない積み重ならない石碑みたい先